双子塚古墳は、広島県福山市駅課長中島にある古墳。形状は、前方公園墳。国の史跡に指定されている。以前から知られていた、公園部の大型の横穴式石室が調査され、近藤僧僧流関東塚頭など様々な遺物が出土している。尾根状に位置する前方公園墳で、前方部を西南西に置いている。 2002年から2005年にかけて、福山市教育委員会により国史跡の指定を目指す発掘調査が行われ、墳球と公園部にある大規模な横穴式石室などが調査されている。墳球は裾部分に墳球を隠する狭い集合を設けており、墳球長は68メートル、公園部計41メートル、前方部幅30メートルの規模である。前方部にも、 全長12.5メートルの横穴式石室があることが確認されている。噴球には埴輪や吹き石は用いられていないことが分かっている。2006年に福山古墳ロード A コースに指定され、地元郷土市団体、備え用紙担保の会と福山市の共同により、案内板設置などの整備が行われた。石室現室、石管公園部の横穴式石室は、 両袖式で、長大な原質と長い沿道を持つ。さらに専門の前に、一室みの長い墓道を付設している。原質の長さは6.7メートル、幅は奥壁に近いところで2.1メートル、原門に近いところで2.6メートル、高さは奥壁付近で3.3メートル、原門付近で3.4メートルである。沿道の長さは8.1メートル、幅は 原門部で1.6メートル、専門部で1.9メートルで、高さは原門部で2.2メートル、専門部で2.6メートルある。墓道部は長さ10メートルほどあり、幅はところにより3メートルほどある。石室の溶剤は自然石を使用し、原室の奥壁は1枚の大型で扁平な平石をほぼ垂直に立てている。室前半部には石棺の残骸があり、 組み合わせ式石管の底石がほぼ原位置に近い状況で依存し、石管の外石2枚や小口板2枚などが原質内の堆積途中からバラバラに出土している。外石は扁平で、家型石管の形状ではない。石材は、ハリマリュウ酸酸の業界岩である。また原質奥からは鉄くぎが検出されており、石管とは別に木管が置かれていたことが想定される。 石棺が破壊されていたように、石室内はかなり拡乱されており、原置を保つ異物は少なかったが、それでも相当量の異物が検出されている。それらには、近藤総流管灯塚頭、鉄塔、鉄鉾、鉄属などの武器類、大円形漁用や、倉金具などのバグ類、鉄釘、トースがある。近藤総流管灯塚頭は向かい合った二頭の、 竜がそれぞれ玉を加えているデザインで国内では他に例がないものである。また土器類には、弾き、末期が出土しており、特に末期は石室内各所から相当量出土している。出土した末期の高月の透かしの特徴は、末村用の形式変年の TK209 形式の中段階と新段階に属するものであることから、 石室内の初層の年代は7世紀第一四半期であり、それから7世紀前半でもやや新しい時期にも追葬が行われた可能性が大きいという。西日本で最後に築造された前方後円墳の一つと考えられる。ありがとうございます。